います。お届けしますは学問をコンセプトにした作品、聡明のバイサイト。本作品踊り納めのこのステージでお祭りに花を添え、皆様と一緒に音を重ねられますように、我々の感謝の演舞お届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。東京ファントムオーケストラ第4楽章、聡明のバイサイト。その知恵は大地を開き、大いに文明を育んだ。やがて文明は人を宇宙にまで送り、その知的領域はこの世界の成り立ちにまで迫ろうとしている。だがしかし、その知恵は我々を幸せにしただろうか。第4楽章、聡明のバイスハイト。いざ世界の断りへと迫らぬ。無知、それは諸悪の根源。知識、それは悲しみである。多くを知る者は恐ろしき真実を深く嘆かざるを得ない。かのソクラテスはこう述べた。なんと、自らを知るべし。真の賢者とは己の愚を知る者なり。やがて知を極めれば、己の揺らぎの中に真実を見出すだろう。その揺らぎこそ不確定要素たる命そのもの。分断から融合へ、細分から消化へ。命の衝動に従い、己をアウフヘーベンせよ。解凍する新たな進化のスパイラル、まだ見ぬ未来が読んでいる。そう、空想は知識に勝り、ファントムよ、想像力で世界を包め。世界を開く鍵、その鍵は我ら人の心の奥底にある。まさしくそれを我々は魂と呼ぶのだ。ファントムよ、この空とは踊れ、命奏でよ。
つなぐは地の命脈、共に時を紡ぎ新たな世を作る礎とならん。東京ファントムオーケストラ、聡明のバイスハイトス。ありがとう。